い、というわけでやってまいりました。いや出ましたね、急にねやってきましたね。今日はね2022年の7月の14日になりますね。こちらねホンダのホームページ、シビックタイプ R、 いや今年のね秋に出るということでね、ほら見てこれシルエットがもう出てるよねえ、リークがね今まで結構出てたんですけども、カモフラージュね、カモフラージュが取れて、ちょっとこのほらホワイトの白のボディが、ね、見え隠れしてるという写真になりましたね。でこれ見て、これムービーがねあるんすよ。ちょっと見てみましょう。おお、走り続けるのは水路を越えるため。おお、オールニューシビックタイプ R 来たおお、7月21日7月21日にワールドプレスが出るみたいですね。それで世界的に発表ということで、東京の青山の方で、発表があるみたいですね。ちょっともう一回途中で止めれるかな。目が出て、この辺は一緒ですよね。はい、ほらほら、ちょっとここ見て、シートは赤いのが見えますよね。ただここにねタイプ R とかね、なんかそこまで細かいのは見えないです。はいね、ほらここボンネットのところが結構ねこれ手前の方に開いてるんですよね、エアダクトがね。前の FK8 はこの後ろの方にねちょっと縦っぽくあったと思うんですけど、あ、でもそうでもないか。真ん中の方かな。東京でね、カモフラージュのやつ見たときは、もっとね、手前にこのエアダクトがあったような気がするんですけど、もうちょっと進めてみましょう。はい、ああ、巻き戻そう。この辺か。ね。はいはい、お赤エンブレム出た。ねえ。どう？ほら、やっぱこれ見て。このフェンダーがね、結構モコってなってますよね。やっぱ普通のシビックとこの辺フェンダーの盛り上がりが違うなっていう感じしますね。はいはいねえ、ちょっとこれでは分かりづらいんですけど、実はねこれ見て、ここにシビックタイプ R がね、ちょっとこれ間違って出ちゃったみたいなんですよ。これね、ホンダウェルカムプラザ青山ね、青山の本社ですね、そちらでワールドプレミアがあるので、まあ、その後に展示車両がこういうラインナップ出ますよっていうね、ページなんですが、それにね、これ間違ってね、写真が出ちゃったと。まあ、これ CG かな。ねえ、これチャンピオンホワイト。ちょっと拡大します。これです。ねえ、出ちゃいましたよね。で、これを見てわかるところっていうのがありまして、これほら、リアウィング。これがね、真っ黒なんですよね。この上の部分もね。真っ黒で、このちょっと立ち上げた感じの、このフレーム。フレームはね、これ黒いのかなっていう予想はあったんですが、このリアウィング全体が、ボディと同じ色なのかなと思ってたら、これ全部真っ黒なんですよね。これおそらくね、この後ろのリアガラスと、こう一体化して見えるように、あんまりね、やっぱ今回の、シビックタイプ R ね、前の FK8 と違って、ちょっと大人びてますよね。なので、こういった羽に関しては、本当にね、その空力だけを追求したパーツになるのかなという感じがしますね。見た目はなるべくこう、黒でね、こうリアガラスとの一体感で、本当にこう、目立たないようにデザインされたのかなという感じがします。で、このドアミラーもこれ黒ですよね。で、このフロントマスクね、ここ下の部分がこうエアダクトで大きく開口してるんですけど、やっぱりね、このシビックタイプ R というと、このフェンダーの盛り上がりですよね。このリアも大きくなってます。で、このリアの部分は、前の FK8 はこう、なんて言うんでしょう、リアフェンダーをこう後で付けたようなデザインになってましたよね。新しいシビックタイプ R は、このボディ自体がこう盛り上がってるというような形状になってます。なので、こうパネルごとシビックタイプ R 用専用で今回は作られてるという感じなんですよね。で、このエアダクト、ここはやっぱ特徴的ですよね。フロントから風が入って、このフロントの、ホイールハウス、ここを整理をしているという感じなんですね。で、この後ろ側にも、このエアダクトがあって、こう抜けていくという感じになってますね。
で、今回これホイールは19インチになるんですかね。前のモデルは20インチでした。結構ね、あれコンビニの段差とかでホイール痛めちゃったりとかしたみたいなんで、まあ実際この街中で乗るにはこの19インチいいと思いますね。私ね、まだちょっと本当にこのね、実際の実物見たことないんで、どうかな、この CG っぽいね、この映像ではなかなかまだ、これでもまだちょっとどうなのかな、かっこよさってどうなのかなと、ね、前の FK8 のあのかっこよさがすこぶる、私ね、結構いいなと思ってたんで、今回のね、やっぱ大人びてるというか、大人しいと言ったらいいんですかね。やっぱりこのちょっと激しさというか、やんちゃさっていうのはちょっとなくなったんですけど、まあ、より大人スポーツという感じなんですよね。お、なんかまだ映像あるな。これちょっと押してみようか。あ、これ鈴鹿のアタックですね。これニュルの映像っていうのはないんですかね。あ、今ちょっと一瞬、ね、室内見えましたよね。ほら、これ室内。このパネルのところが、こう隠されてますね、カモフラージュで。この右上、これナビゲーション。この辺は、なんか一緒なんですかね。で、ハンドルは、これ黒いですよね。黒のアルタンカーラーになるのかな ?G メーター？ほら、これ、ね、右に G がかかってるんですね、今ね。ね、このカーブ。わあ、すごいすごい。わあ、180キロまで出ましたね。やっぱこのタイプ R ね、ニュルで鍛えたボディということもあり、こういったカーブでやっぱ強いですよね。まあサーキットで走ってなんぼのタイプ R なんですが、まあ私実際そういうとこ行かないんでね。お、2分23秒で、タイムアタックということでした。おー、綺麗な映像。あ、柿沼さん。タイプ R の遺伝子。もう今回でこれで11代目あ、タイプ R は何代目だったかな。やっぱね、最終的に走り込んで、調整の方をしていくみたいですね。まあこのさじ加減っていうのが本当に難しいみたいで、やっぱサーキットで速くても街中でガタガタしてもう乗れないっていうね、そういう車ではないらしいですね。おほう、かっけー。これどうやって撮ってんのかな。ドローンで後ろから追いかけてる映像でしたね。2分23秒。鈴鹿最速。まあ、FF っていうことですよね。いや、かっこいい。いや、かっこいい。欲しいわ、これも。新型シビックタイプ R、いよいよ公開。あと、これどういうこと ?6 日ってことか。あと6日で発表ということなんですね。7月21日の朝11時にワールドプレミアということですね。わ。こんなん、パブリックビューイング。ね、これがさっき言ってた東京にある、ホンダウェルカムプラザ青山ですね。こちらで、ワールドプレミアパブリックビューイングが開催されるということですね。これ、応募してます。実はね、100人しか入れなくて、7月12日の、火曜日17時から、7月17日の日曜日15時まで、応募期間がありますということですね。で、その2、オリジナルペーパークラフト配布中ということで、これいいね。これ組み立てたらこんなんなんの。結構これ成功にできてるよな。これ欲しいわ。あ、これダウンロードできるんや。これダウンロードできたわ。ダウンロードできるやつやわ、これ。あ、これプリントして組み立てたら、できんの？できんの？これ。はい、というわけで、シビックタイプ R、7月21日、ワールドプレミアということで、先駆けてホームページで、発表されましたという感じですよね。いや、ちょっとずつですけど、このね、シルエットが出てきて、いや、ワクワクドキドキしますよね。いや、今度ね、ちょっと東京に行く予定あるんで、青山行ってみようと思います。チャンネル登録してお待ちください。はい、というわけで、シビックタイプ R、ちょこっと発表したようでした。じゃあね、バーイ。